こんにちは、ドクター熱血です。これ室外はもうかなりでかいと思ったんですけど、一角も大概ですね超でかいこいつらはい、というわけで今回は、秋の宴カラクラ祭り銀編の方やっていきたいと思います。まだね、手つかずなんですよ。残り1日なのにまだ手つかずで、果たしてこれ銀落ちるかなって心配なんですけど、じゃあノーマルの方から行っていきたいと思います。よいしょ。さあ、銀とかね、全然絡まないはずですけど、本来であればどんな話になってるのか。ここは一緒ですね。ソウルサゼティでの死神たちの死闘、アイゼンの裏切りの後、現世と帰還した人たち。はい、ここ一緒なんで壊す。学生服で飲み明かすとかあかんだろう。まるで関係ねえ。はい、相も変わらず素通りでございます。あれ、なんか反応悪いな。ステージは若干違うのか。さあ、どんな風な流れで出てくるのか。ひどい、もう完全に関係ないじゃん。お、あかんか。ひどいな。はい、やばい、クインシーじゃない、夏スイカ割りの時の通行符全然受け取ってない。もう期限切れてなくなっちゃってるかもしれない。あれ、兄さんってハードベリーハードって話あったっけ。まるで脈絡のない感じで銀が出てきましたね。一応話あるか。もうね、すごいは気づかなきゃあかんですよね。
あ、間違えた。あ、でもそうか、一角レベル13だけど、ちょっと見てみようか。今日1、今日2、今日3。これは多段かな。レベル13で戦えるのか。あ、きつい、無理。多段かどうかみたい。とりあえず竜門宝月まで一回見てみようか、必殺技で。あ、これはいいな。え、すごい当てやすいんじゃない？一角にしてとりあえず一回見ましょう。なんだそれ。急に落ちたんだけど。ボス入った瞬間に、なんだそれ。ひどい。ちゃんとボス戦からか。そして初の、これが俺のとっておきだ。え、盛大に外した。スキアリアイコールス真相。優しい。すが隊長優しい。はい、次ラスト。まさかの落ちがあったけど、まあまあ大丈夫だったからいいや。おっと、しまった。すぐ終わらせよう。カンコレの2周が間に合わなかった。
気づいてしまった。お、なんかゲットしたぞ。なんかっていうか、まあ、銀の星さんかな。なんか止まった止まった、危ねえ危ねえ。畳んでガードを崩して失神しそうになってしまった。やばい、ヒット遅れすぎ、どんどん食らってる。あ、でも全然大丈夫だった。すげえ並んでるよ。し、そういうことか、そういうツッコミか。切ないわ。浴衣ランジですか。はい、というわけでクリアいたしました。はい、以上が、秋の宴カラクラ祭り銀編でした。とりあえずイベントの方法よろしくですね、あとは周回してまだ銀をゲットしてないんで銀をゲットしたいと思います。お疲れ様でした。